はい、小川真由子です。本日は小顔の人がしていない5つの習慣ですねについてお伝えしてまいります。はい、お顔はですね、今までの習慣で作られています。でその習慣も、無意識レベルの習慣、良くない習慣でできていることが多いです。今ですね、もし何かお顔周辺でお悩みがありましたら、良くない習慣を続けていて、そういった状態になっている可能性が高いです。ですので、何かお顔周辺のお悩みですね、の方は、ご自身をですね、少し客観的にこう観察する癖をですね、つけていただいて、小顔の人がしてない5つの習慣ですね、こちら何か当てはまっていないかということで、ちょっと間違い探しではないんですが、そんな感じで今回の動画をご活用いただければと思っております。はい、小顔の人がしていない5つの習慣ですね。1つ目は、猫背になります。こういった姿勢ですよね。肩がこうクッと丸まって、こういった状態が猫背です。はい、まあ、猫背何が良くないかと言いますと、こういった感じでずっといるとですね、まず骨格レベルで、骨レベルで、まあ、お顔がこう長くなったりですね、する影響がとても大きいです。はい、でプラス筋肉ですね、筋肉レベルでこう固まってしまうので、お顔の表情筋をこう下げてしまうんですね。こうグーッと固まると、筋肉固まるとですね、太く短くなります。グーッと、はい、なりますので、まあ、お首が太く短くなるわけなんですけど、こうお顔の表情筋ですね、お顔の筋肉を全部下げちゃうんです。はい、そうすると骨もですね、その影響でこう引っ張られて広がるわけなんですよね。ですのでお顔の筋肉レベルでもこう長く大きく広がりますし、骨レベルでもこう広がってくるんですね。ですので猫背はですね、もうお顔がとても大きくなりやすい姿勢の一つになります。あとですね、ぜひ注意していただきたいのがスマホですね。スマホと、まあ、パソコンなんですが、もう電車でもですね、地下鉄とかでもですね、もう周辺をこう見渡すと、皆様こう下を向いてこうスマホですね、こうずっと見てる方ですね、非常に多いんですが、こうするとお顔ですね、大体、まあ、頭ですね、頭大体5キロぐらいあるっていうふうに言われています。はい、で正しい姿勢でお首がですね、その5キロを支えてくれてるわけなんですが、下を向くとこうですね、こう向くとお首ですね、まあ、この辺り全てなんですが、5キロ以上の負荷がかかるわけなんですね。まあ、そうするとよく、まあ、スマホ首とかストレートネックとかそういった感じになっちゃうわけなんですね。ですのでパソコンも一緒で、下をこう向く角度ですと同じことがこう起こってますので、ぜひスマホもパソコンもぜひ目線と同じ高さに、画面とかもそうです、パソコンでしたら目線ちょっとこう台を置いてあげるとか、ノートパソコンでしたらとか、あとデスクトップもなるべくこう、目線の位置を上げるようにしてあげるといいですね。負担がかからない、顔が大きくなる原因をこう排除してくれますので、ぜひこうスマホは目線と同じ高さ、パソコンも目と同じ高さでできるように、ぜひお仕事中のお時間とても長いと思いますので、その姿勢とてもお顔に影響します。ぜひそちらも気をつけていただければと思います。であとですね、この鎖骨ですね、鎖骨がこう猫背の方、 V の字にこう上がってる方が多いです。もう V ですね、はい、こうなってるともう完璧猫背の方の鎖骨のラインです。はい、鎖骨はですね、本来床と平行、まっすぐが正しい位置になります。はい、床と平行、これですね。ですので鎖骨もぜひチェックしていただいて、普段こう丸まってないかですね、こちらもぜひチェックしてあげてください。続きまして、小顔の人がしていない5つの習慣、2つ目ですね。2つ目は、下の位置になります。下の位置になります。はい、他の動画でもですね、正しい下の位置、何度もお伝えしてるんですが、正しい下の位置は上顎にベターっとこれですね、ついているのが正しい位置になります。はい、まあ、どういうことかと言いますと、舌が上顎にこうついてると、こうですね、ベターっと前歯にはぶつけないでいただいて、上顎にベターっとつく状態です。つきますと、この上顎骨って骨をですね、下から支えてくれるんですね。はい、ですので骨格レベルでお顔が長くなるのをこう防いでくれる効果もあります。
プラスですね、もしあの舌がベロが下にあると見えますかね、二重顎の原因になるんです。ですので舌は必ず上に、あの上顎にグッとつける状態をぜひ保っていただきたいですね。で舌が下にあると筋肉レベルでも下がってしまう、であの骨格レベルでもお顔下がってしまうということになります。はい、はい、続きまして小顔の人がしてない5つの習慣ですね。その3ですね。3つ目は糖質、小麦でできているお食事が多いですねになります。はい、まあ、それはどういうことかというと、糖質でできているお食事が多い方、まあですね、糖化現象というものを起こすというふうに言われています。もう老化ですね、老化するっていうふうに、もう細胞が老化するっていうふうに言われています。はい、ですのであのもうストレートに言うと肌の弾力がこうなくなってきたりもしますね。コラーゲン、エラスチンがですね、まあ、破壊されちゃうわけですよね。ですのでたるみにつながります。はい、もうたるんじゃうんです、たるっと。でプラスあの小麦粉はですね、あの日本人はですね、そもそもまあお米とかでこうね代々先祖代々生きてますので、小麦がそもそもあの体質に合わない方が多いんですね。でそうするとあのグルテンっていうですね、グルテンがですね、まあ腸壁にふっつくっていうふうに言われてます。ふっつきましてガスがたくさん発生します。でガスが発生するとどうなるかというと、ガスの性質が性質で上に上がるんですね。はい、上に上がるとどうなるのかってことなんですが、まあ、お顔でいうとこういったあの、まあ、お顔2周3ピース の骨のピースでできてるんですが、そのピースがだんだんこう開いてくるというふうに海外では言われてます。はい、ですので、まあ、骨格レベルでもお顔が大きくなる原因にもなりますし、まあ、糖質でできてるお食事が多い方はあのもう肌ですね、肌レベルでもこうたるむですので、あのお顔が大きくなる原因になります。以前ですね、あの20代の方だったんですが、すごく弾力が、もう肌の弾力がすごくなくてですね、ほうれい線もすごくて、あれ20代の方もうちょっと弾力あってもいいなっていう方がいらっしゃったんですね。でそういった方にあの普段のお食事聞くと、もうすごく該当してましたね。もうお菓子大好き、お砂糖でできてる甘いお菓子が大好き、で小麦粉でできてるお食事がもう大好き、多いっていうことがね当てはまってたんですね。そうすると本当肌がだるんだるんってなって、綺麗な、まあ、肌の方がそういったお食事してると少ないですね。ですのであのそもそもですね、あのタンパク質ですね、タンパク質が足りてない方が多いです。で日本人はどうしてもこう糖質優位 のお食事になっている方が多いので、タンパク質ぜひ心がけて取っていただければと思います。はい、小顔の人がしていない5つの習慣ですね。4つ目ですね。4つ目は無表情になります。無表情ですね、はい、どういった表情かというと、こんな感じの表情になります。特にですね、マスクですね、危険ですね、マスクの下皆様こうという表情になっている方がとても多いです。こうですね、あと何か集中している時とかもという方が多いんですが、まあ、どうしてこの表情が良くないのかというと、あの口元かなり下がっているの分かりますかね、こういった感じですと。でこうなるとあのここに、まあ、口輪筋っていう筋肉があります。この口輪筋にあのお顔の表情筋8割、お顔の筋肉8割ついているというふうに言われています。はい、ですのでお口元が下がると全部お顔が下がるわけなんですね。でほうれい線気になりますとか、お顔のたるみ気になりますとか、もう顔がだんだん下がってきてますという方、大体ですねお口元見ると皆さんも下がってます、こういう感じで。で無意識の時にこういった表情を捉えている方が非常に多いです。これですね、こういった表情を捉えていると、いくらまあ効果的な、まあ、お化粧品使われても、まあ、いくら効果的な、まあ、施術ですね、まあ、施術を受けて顔をちっちゃくしたとしてもですね、こういった表情をされているとこの時間の方が長い、ね、時間になると思うんですね。長時間となりますとお顔を下げている時間の方が長いということになりますね。ですのでそうすると普段あの頑張っても時間ですとか、まあ、お金ですとかかけてしているお手入れも本当に台無しになってしまうので、もう口元をですねぜひもうスマイルですね、スマイルでこの状態ぜひキープしていただけると本当に綺麗な状態保つことできますので、マスクの下、あの今マスクだるみっていう言葉、ね、があるみたいなんですが、まあ、マスクで
マスクが悪いわけではなくて、マスクで隠れてるがゆえに無表情になってるのはそういった原因になってしまうので、ぜひマスクの下もぜひ笑顔でいてあげると、まあ脳もハッピーになりますしはい、いいことだらけです。ですので普段ぜひ笑顔で過ごしていただければと思います。ではですね、小顔の人がしていない5つの習慣ですね、5つ目ですね、5つ目は歯ぎしりですね、歯ぎしり、食いしばりになります。はい、それはどういうことかと言いますと、歯ぎしり食いしばりをしているとですね、この咬筋っていう呼ばれる筋肉をですね常に使っていることになります。はい、ぜひここ触っていただいて噛んでいただきたいんですが、噛むとここの筋肉動きますよね。はい、そうするとうーんっていうふうにしてると、この筋肉を常に筋トレしてることになりますですね。そうするともうエラですよね、エラが張ってきますはい、でもっとですね言いますと、ここの側頭筋っていう筋肉も実は連結してるんですが、耳の上にですねちょっと手を当てていただいて噛むと動きませんかね、一緒に動くかと思うんですが、ここの咬筋も動いてるし側頭筋も動いてるわけです。となりますと、歯ぎしりとか食いしばってると、ここの筋肉も使われてて、ここの筋肉も使われてることになりますね。そうすると特に側頭筋も使われてると、ま、お顔の幅ですね、頭がだんだんこう横にこう広がってきます。プラスここのエラですね、エラも張ってくるので、本当にお顔がこう四角く横に広がって四角くなってくるんですね。ですので起きてる時ですね、こううーんってこう噛んで何かこう頑張ってしまうっていう癖のある方は、先ほどお伝えした下の位置気をつけてあげると、こうですね、で上顎に下がくっついてると奥歯 の, すけ隙間空きませんかね、こう奥歯上下のスペースがこう空くと思うんですが、そうすると、まあ、起きてる時はこう意識的に下の位置はこう上につけてあげると噛まなくなってきますので、まあ、そうするとここの筋肉使いすぎることもなくなってきますし、先ほどお伝えした下の位置がこう上にあるので骨格レベルでこう長くなるのも防いでくれますし、この状態でいると、あと口元ですねが下がるのも防いでくれるので、下の位置上にふつけるすごくいいことだらけなんですね。ですので普段こう食いしばりとか何かうーんってこう無意識レベルで噛んでしまうなという方は、ぜひ下の位置も気をつけていただければと思います。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。小顔デザインについて無料限定動画プレゼントしております。下の概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あとこちらの動画気に入っていただけましたら、高評価とぜひチャンネル登録いただけますと私非常に喜びますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、では本日は、小顔の人がしてない5つの習慣ですねについてお伝えしてまいりました。本日もありがとうございます。